笑い。笑いとは、楽しさ、嬉しさ、おかしさなどを表現する感情表出行動の一つ。笑いは、一般的に快感という感情と共に生じ、感情体験と深く関わっている。また、笑いは、感情表現の中でも、極めて特殊なものであり、優れて人間的なものである。一般的に動物の中で笑うのは、人間だけである。怒り。 悲しみなどの表現は動物にもあるが、笑いが優れて人間的である理由として、笑いには笑うものと笑われるものという分離があり、何かを対象化するという心の働きが必要となる。人は笑うとき、ごく一般的には妖精の感情、快感に伴って表情が特有の緊張をし、笑顔、同時に特有の発声、笑い声を伴う。 通常は自分以外の対象があって、それから受ける印象に基づいてそれが好意的であれば、表情に笑いが生じ、特に刺激的な場合には発声が伴う。さらに程度がひどくなると全身に引きつけるような筋肉の収縮が伴い、涙が出ることがある。人間はこのような表現を意識的に使い分けることができ、これにより微細な感情を表現する。 例えば、表情を変えずに、笑い声だけを上げた場合、冷やかしや威嚇などの表現となりうる。否定的な意味合いを持つ笑いも存在する。また、自己を、笑いの対象とする笑いには自重のように複雑な感情を伴うものもあり、自虐などとは区別される。笑いが、快感にだけ伴って起こるわけではないが、感情体験と深く関わっていることは明白である。 人間の心の働きを理性と感情という二分法に従えば、しばしば理性に価値が置かれ、感情は下に見られがちである。理性は人間特有のものであり、感情は動物的であるとされるためだが、このような考えに立つ人は感情を表出することは、はしたないとえ、それをできるだけ排除すべきと主張する。笑いが優れて人間的である理由として、笑いには、笑うものと、 笑われるものという分離があり、その意味において何かを対象化する心の働きが存在する事実があると、カワイはヤオは指摘している。この対象化は人間だけが成し得ることで字と他を明確に分離し、字が他を対象としてみる。その際に自分が対象に対し突然の優越を感じる際に笑いが生じると、トマス・ホップスやマルセル・パニョルなどは主張した。 可愛いは、優越感と言ってしまうのには、限定が強すぎるが、笑うためには笑う主体がある程度の安定感を持つ、ことが必要であるとし、不安定な時には、恐怖や不安が先行するため、笑っている場合じゃないという状況になると説明し、さらに優越とまではいかなくても、対象の中に見出した、ズレの感覚を楽しむとでも表現するが広く、笑いを説明しているのではないかとする。この、 対象化には自分自身も含まれる点に特徴があり、自分自身の馬鹿げた考えを苦笑したりする際にも適用される。この対象化が必要とされる点において、それは感情に関わるものでありながら、人間のみに特徴的に出てくるものである。怒りの感情は全体的状況に自分自身が入り込んでいるため、対象化は生じない。笑いは自然に生じるもので、 考えや意志で引き起こしたりすることはできない。しかし、自然に生じると言ってもある程度、心に余裕がないと出てこない。緊張の高い時のほか、何かに夢中になっている時にも笑いは生じない。真面目に物事に取り組み、緊張が高まっている状況下では、人間の自我がその状況の中に入り込み一体化することで対象化が起こらない。あるいは、緊張感が高い状況下で、 上手に人を笑わせる人がいると、笑いによって緊張がほどけ余裕まで、自分自身を対象化することができることもある。しかし、この場合には笑わせることができる人は、そのような状況から、やや距離を置いて、安定して見ていることができる人に限られる。上記からわかるように、適切な距離を置くことは、笑いの必須条件であり、このような心理的距離を持てるのは、 人間のみにでき得ることである。笑いによって自律神経の頻繁な切り替えが起こる。笑いは体に良い影響を及ぼす。笑うことで頬の筋肉が働き、また動くことにより、ストレスが解消され、鎮痛作用タンパクの分泌を促進させ、ストレスが下がることにより、血圧を下げ、心臓を活性化させ、運動した状態と似た症状を及ぼし、 血液中の酸素を増やし、さらに心臓に良い影響を与えることから、循環器疾患の治療に用いられることもある。2019年に、山形大学医学部は、滅多に笑わない人はよく笑う人に比べて、死亡率が2倍に上り、脳卒中などの心血管疾患の発症率が高いことを発表した。また、笑い発生の基準として、転換患者の笑い発作の症例から、 即答用と、思想下部が笑いの起点となっていることが示唆されており、副交換神経系優位に伴う顔面神経核の働きにより強制な笑顔が生じると考えられている。笑いは構図、シェーマのズレであると考えられている。例えばコントなどで滑って転ぶ、政治家が演じられて、笑いが起きたとすると、政治家は真面目で威厳ある人で、 滑って転ぶことなどあり得ないという構図を受け手が持っていてそれがずらされたことによって笑いが起きたことになる。しかし受け手の常識が政治家に威言があるとは限らない。かつて転ぶことは意外な出来事ではない。政治家が転ぶというネタは目新しいものではないといったものであった場合構図のずれが発生しないため笑いは起きない。同じ出来事に対して笑いが起きるかどうかは 受け手の持つ構図にも依存すると言える。また、笑いは立場によって意味を変える性質がある。ある出来事がある人にとっては面白おかしい出来事であっても、ある人にとっては笑えない出来事であることもある。さらに、笑いには攻撃的なものと相手的、神話的なものの二つがあるとされている。微笑は、新生児においても観察され、覚醒児のみならず、睡眠中にも、 規則的な周期を伴って生する。これは、新生児微少と呼ばれるもので、養育者の注意を引き関心を維持させる機能を担った聖徳行動と推測されている。実際、新生児微少に対して養育者は、高い確率でポジティブな応答を返すことが知られている。このような相互作用の結果、乳児は、生後にから3ヶ月の頃から社会的交渉を持つ目に、周囲のものに対して、 自発的に微笑を向けるようになる、社会的微笑。発生を伴う報唱は、生後3.5から4ヶ月で起こるようになる。何らかの外的刺激への反応として生じるもので、社会的微笑から派生したものと考えられている。しかし、笑いを喚起する刺激には、驚きや恐怖をもたらす要素が含まれることから、発達的に先行する泣きから派生したものと見る説も、ある。 チンパンジーやゴリラ、ボノボ、ピグミーチンパンジー、オランウータンなどは、とっくみ合や追いかけっこ、くすぐり合いなどの遊びにおいて、人間の笑い声に似た声を上げる。また、この種のチンパンジーの行動は、野生状態でも飼育下でも記録されている。くすぐられる、追いかけられるといった受け身の側のチンパンジーが笑う、ことがさは、人間とチンパンジーは、 脇の下や腹など、くすぐられた際に、笑いが生じやすい体の領域、くすぐったい領域が共通している。プレイフェイスは遊びを誘うときや一人遊びでもよく、見られるが、笑い声が起こるのは、他者との遊びが始まってからである。チンパンジーは大人になってからも笑う。遊ぶことが減るので頻度は下る。人間との相違点として、人間は、笑い声が伝染して、多数が、 一斉に笑うことがあるがチンパンジーにはそのようなことがないということや野生のチンパンジーには言語によるユーモアや嘲笑、他者を表せるおどけが見られないことなどが指摘されている。また、チンパンジーの笑い声は古希と吸気が交互に繰り返されることが多い点と、しゃがれ声であるという点で人間の笑い声と音響的に異なる。5. おさむき